じゃん。アンパンマンとバタコさん、ドキンちゃんが歯を磨いてる絵が完成してたよ。バラバラになっちゃったね。こんな感じで他の面にも絵が描かれていて、これはバイキンマンだね。バイキンマンが手が汚れてるから手を洗わなきゃいけないのかな。このバイキンマンの絵を完成させていってみようかな。手を洗っている絵じゃないかな。これはタオルじゃないかな。手を拭くタオル。ここのところにちょっとバイキンマンっぽいのがあるよね。これをこうやって合わせてあげると、これでこっちの方にバイキンマンがつながったよ。ここにはアンパンマンがいるみたいだよ。アンパンマン、手を洗おうとしているアンパンマンは、これは手を洗おうとしている感じだよね。ここのところにバイキンマンの手、バイキンマンの手があって、こうなるんじゃないかな。よし、こっちの方ではアンパンマンが手を洗っているんだね。アンパンマンが手を洗っている。これはここにつなげてあげると、ちょっと似ている感じだけれども、ここのところの色が違うよね。これじゃないな。石鹸、石鹸が、これ石鹸じゃないかな。さっきの絵の下のところにこうやってあげると、これで石鹸を持ってるアンパンマンになってきたね。それじゃあこのキャラクターの顔がここのところに来るんじゃないかな。似たような絵はどこにあるかな。どこにあるのかな。これじゃないかな。こっちの上の方にはバイキンマンがいるから、これをこうやって合わせてあげると、これでここの部分完成したね。それじゃあこっちの方にアンパンマンの顔が出てくるんじゃないかな。アンパンマンの顔、これは色が同じだから、ここのところに来るんじゃないかな。そしてこれも色が同じだから、こうなって、これでいいかな。そうするとここの上のところにこんな感じで、これでぴったりしてきたね。あと2つだね。あと2つ、これはどこが合ってくるのかな。これちょっとわからないな。アンパンマンの顔の下のところ、これかな？ちょっと合わせてみると、これじゃないね。これかな？ここだ。こうすると、アンパンマンの顔、そして下に、これは食パンマンだね。食パンマンがいる。食パンマンは、これかな？こうしてあげると、よし、これで1枚の絵が完成したよ。